日本人にとって身近な存在である神社。あなたの地元にも大小様々な神社があり、初詣やお祭りなどで親しんでいるかと思います。そんな中、地元だけにとどまらず、日本全国から特別に崇められている神社があります。それが伊勢神宮です。古くからお伊勢さんと呼ばれて親しまれてきた伊勢神宮ですが、そもそもどんな神社で、なぜ日本人からそれほど崇められているのでしょうか。そこで今回の動画では、日本人の心のふるさととも言われる伊勢神宮についてわかりやすく解説します。最後までご覧いただければ、あなたの日本人としての教養が深まること間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。そもそも神社とは、日本古来の神道という信仰のために神様を祀っている施設のことです。その数は全国におよそ8万5000社、正式に登録されていない小さなものまで含めると、なんと10万社以上もあると言われています。その神社には、神社だけではなく神宮、大社、宮などの種類があります。京都の有名な神社を見てみても、上賀茂神社、平安神宮、伏見稲荷大社、北野天満宮など様々な呼び名があることがわかるでしょう。ではこの呼び名の違いは何によるのでしょうか。その答えは、祀っている神様の違いによるものです。神社はそれぞれ独自に神様を祀っています。中でも天皇の祖先とされる神様や、天皇家に代々伝えられてきた神器という宝物を祀るのが神宮です。例えば初代天皇である神武天皇を祀っているのは橿原神宮や宮崎神宮、他にも日本を作ったと言われる神様イザナギの御事とイザナミの御事を祀っているイザナギ神宮などがあります。このように神宮は天皇家ゆかりの神様だったり、特に格式の高い神様を祀っています。そのため神宮は全国で24社しかありません。神宮という名前がつくということは、それだけでとても格式高いことなんです。ですがこの選ばれた24社の中でも特に目立つ神宮があります。その名はズバリ神宮です。そう、神宮という名前がそのまま正式名称となっているんです。とはいえ、そんなシンプルすぎる神社あったっけと思われるかもしれません。この神宮、そのままだと分かりにくいので、伊勢にある神宮だから伊勢神宮と呼ばれています。お伊勢さんとも呼ばれ親しまれる三重県にある伊勢神宮です。このことから分かるように、神宮とは伊勢神宮のこと、つまり日本のトップオブ神社なんです。伊勢神宮は日本に生まれた全ての国民を守っているとされています。その参拝者は年間1000万人以上になることもあります。ではそんな伊勢神宮には一体どんな神様が祀られているのでしょうか。伊勢神宮に祀られているのは、ズバリ日本の最高神である天照大神です。日本のトップオブ神様が伊勢に祀られるようになった起源は神話の時代まで遡ります。日本神話を記した書物古事記の物語から見ていきましょう。ある時、スサノオというやんちゃな神様が大暴れし、お姉さんのアマテラスをカンカンに怒らせてしまいました。そこで、もうやだ、耐えられないとアマテラスは洞窟に引きこもり、大きな岩で入り口を塞いでしまいます。太陽の神様でもあるアマテラスがいなくなったので、世界は真っ暗闇に包まれました。これは困ったことになったと、すべての神様が話し合った結果、ある作戦を実行します。それはなんと、洞窟の前で歌ったり踊ったりの大宴会を始めるというものです。そこで、どうだ、めっちゃ楽しそうで羨ましいだろうとばかりの賑やかで楽しい雰囲気を醸し出します。これに対してアマテラスは、私がいなくて真っ暗なのに、どうしてみんなそんな楽しそうなの？と不思議に思い、こっそり外を覗きます。すると他の神様が、あなたより素晴らしい神様が現れたので、みんな喜んでいるんです。と言いながら、鏡でアマテラスを映します。その鏡に映った顔がまさか自分だとは思わず、もっとよく見てみようと身を乗り出すアマテラス。そこを待ち構えていた力自慢の神様がひょいっと引っ張り出してしまいました。こうしてアマテラスが世界に戻り、世界は再び明るく平和になったのです。この時、アマテラスの顔を映した鏡のことをヤタの鏡と言い、そこにはアマテラス大神の魂が宿ると考えられています。
アマテラスはその鏡を、私だと思ってこの鏡を祀ってね、と天皇の祖先に命じたとされていて、それ以来代々の天皇が神器として大切に保管してきたのです。しかしやがて神様のおそばで生活するなんて恐れ多いという話になり、別の場所でお祭りすることになります。もっとふさわしい場所はないのかと探し求め、ついにたどり着いたのが現在の三重県伊勢の国です。この時アマテラスは、伊勢は都からは遠いけど綺麗なところだね、ここにいたいな、と話したとされています。これを受け、ヤタの鏡を保管し、アマテラス大御神が安住できる場所として建てられたのが神宮、すなわち伊勢神宮だったのです。当時の都から見て太陽の昇る東の方角にあったことも、太陽の神様を祀る聖地としてふさわしいと考えられていたようです。これは約2000年も前の物語ですが、それ以来伊勢神宮は日本中の人たちから敬われてきました。歴史上の人物で言えば、平清盛、足利義満、織田信長など、一度は名前を聞いたことのあるビッグネームももちろん参拝しています。また、江戸時代の歴代将軍は、自分で参拝することはできなくても、毎年家臣に代理で参拝させていました。一般的な人たちの参拝、通称、お伊勢参りが盛んになったのは江戸時代からです。当時、一生に一度はお伊勢参りと一大ブームが巻き起こり、日本中からたくさんの人たちが訪れました。その数は一番多い時で年間500万人以上に上ったとされます。ちなみに当時の日本の人口は約3000万人ですから、1年で6人に1人が参拝したような感じです。しかし中には健康上の理由などで行きたくても叶わないという人もいました。そんな時は代わりに飼っていた犬に参拝をさせたと言います。犬はしめ縄、お伊勢参りと書かれたお札、そしてお金を首にくくりつけ、そのお金で餌をもらったり人に助けてもらったりしながら伊勢神宮に向かいました。そして伊勢神宮のお札をもらい、飼い主のもとにまた帰ったと言われています。そんなお伊勢参りを広めたのが御師と呼ばれる人たちです。御師とは神主の一種で、全国でお伊勢参りを宣伝して回り、道中の宿泊の世話もしていたとされます。また東海道などの五街道が整備されたことで、全国からの参拝がしやすくなったのも大きな理由です。もちろん当時の交通手段は全て徒歩です。平均して1日30から40キロを歩いていたというのだから驚きです。参拝した後は道中の様々な観光名所を訪ねたり、各地でお土産を買ったりするのも楽しみだったようです。旅の楽しみもあるとはいえ、伊勢神宮がこれほどまでに多くの人を引きつけるのはなぜでしょうか。一つにはアマテラス大御神を祀っていることが大きいと考えられます。アマテラス大御神は日本を作ったと言われるイザナギが最後に生んだ三柱のうちの一柱で、日本の成り立ちと特に深い関係を持つ神様です。その三柱の子供とはアマテラス大御神、ツクヨミの御事、スサノオの御事のことです。イザナギが自分が数多く産んだ子供の中で最も尊いとしたことから三鬼神と呼ばれます。その中でもアマテラス大御神が最高神で、日本の神様の中で最も尊いとされています。伊勢神宮ではアマテラス大御神をメインに祀っているので、当時から日本の一番偉い神様にお参りしたいという思いがあったということでしょう。そんな伊勢神宮にお参りするととても御利益がありそうですよね。代表的な御利益は諸願成就です。これはとても強力なもので、太陽は万物すべてに光を与え包み込むということから、なんとあらゆる願い事を聞き届けるとされます。ただし日本全体を守る神様なので、個人的なお願いというよりも社会や世の中のことや誰かのために祈るのが良いと言われています。伊勢神宮はアマテラス大御神に向けて日本の平和と国民の幸せを祈るような格式高い場所なんです。日本人の祈りの場である伊勢神宮、驚くべきことにその姿は昔からほとんど変わりません。でもそれは偶然ではなく、代々伝わる慣習を守り続けているからです。では最後に、なぜ伊勢神宮が長い期間を経ても立派な姿を保ち続けているのかを解説します。伊勢神宮には大きく2つのお宮があり、それぞれ内宮外宮と呼ばれます。他にも大小合わせて125ものお宮があり、全部まとめて神宮です。また内宮外宮には格の違いがあります。
天照大神が祀られているのは内宮。これが最も格式が高いお宮です。外宮はというと、豊受けの大神が祀られています。この神様は食物や穀物を司る女神様。今から1500年ほど前、天照大神の食事のお世話をするために迎えられました。そのタイミングで外宮が建てられたと言われています。さて、古い歴史を持つ伊勢神宮ですが、実際にお参りしてみると、意外にも建物が新しいことに驚くかもしれません。実は今ある伊勢神宮の建物は2013年に建てられたものなんです。伊勢神宮では定期的に全ての建物や鳥居、橋、調度品を作り替えています。内宮にも外宮にもそれぞれ隣に空き地があり、20年ごと交互に新しい建物を建てて神様にお引越しをしてもらうのです。これを式年遷宮と言います。式年遷宮が最初に行われたのは690年のこと。戦乱などで一時中断されたりもしましたが、また再開されてそこから1300年以上続いています。ちなみに最近行われたのは62回目で、次は2033年を予定しています。そう考えると結構頻繁に建て替えられていることがわかりますね。もちろん建て替えは簡単なことではありません。工事も大掛かりですし、それに合わせた儀式も数年かけて行います。そしてかかる費用、62回目の式年遷宮の総費用はなんと550億円でした。このうち220億円は寄付で賄われるなど、日本中からお金を出して伊勢神宮を支えています。ここまで大規模だと相当な資源も必要になりそうだなと思われる方もいるかもしれません。でも環境にはちゃんと配慮しています。建て替えの際、元の建物で使われていた木材はできるだけ再利用することが心がけられています。太い柱は削り直して鳥居用の木材に使い、他の木材も全国の神社に無償で提供するなど、無駄は極力減らすという方針なんです。ではここまでして式年遷宮を行うのは何か理由があるのでしょうか。気になるところですが、実は記録は何も残っておらず、確かなことは分かりません。ただ一つの説としては、当時の建て方では耐用年数が短くなるという理由が挙げられています。伊勢神宮は唯一神明造りという伊勢神宮だけの特別な建築法で建てられています。その特徴に木材をあえて塗装しないというものがあり、木材が直接雨風にさらされるので傷むのが早いのです。特に柱は石の基礎を埋めてその上に乗せるのではなく、土を掘っただけの穴に直接立てるために傷みやすく、短い年数でボロボロになってしまいがちです。そのため20年ごとに全部建て替えることで新品に変えているというわけです。他にも建築技術を伝えるためという説があります。伝統的な技術というのは時間が経つと習得した人がいなくなり、技術ごと失われてしまう場合があります。では伊勢神宮の場合はというと、20年に一度建て替えがあります。これは大工さんが人生で2回ぐらい参加できるということです。つまり技術が途切れることなく後継者に伝えられるのです。こうした神社の伝統技術を受け継ぐ大工を特に宮大工と言います。式年遷宮専門の宮大工は常に30人雇われていて、工事がない期間は伊勢神宮の手入れなどで技術を保ちます。そして工事が始まると全国から宮大工や普通の大工など大勢雇われ、専門の30人が指導をします。ピーク時には160名もの大工が作業にあたり、無事に建て替えが終わると優秀な人や若手がまた30人だけ残ります。このようなシステムにより、伊勢神宮は古くからの建築技術を守り続けてきました。そのおかげで伊勢神宮はいつでも新しく、しかし昔のそのままの姿を残しているのです。だから僕たちは1300年前の姿をした新築の伊勢神宮に参拝することができるんです。大昔から変わらずに日本を見守り続けた伊勢神宮、日本人の心のふるさととして僕たちは心を惹かれてしまうのかもしれません。さて、大人の学び直し TV には他にもあなたの教養を深める動画があるので、ぜひもう一本見ていってください。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。